はい、こんにちは、ピカです。今日ね、このRファクター2やっていきたいと思います。Rファクター2でこのね、ファナテックダイレクトドライブのポデューム PS4 対応版の US 版ですねをレビューしていきたいと思います。コースはつい先日、昨日かな、出たルマンのコースですね。はい、ルマンの、まあ、ほぼ公式モッドっていうのかな、これね。で、車も公式モッドの911の R ですね、 GTE の方です。じゃあね、ちょっとやっていきたいと思います。でね、ハンコがね、ダイレクトドライブね、まあ、値段もするんだけど、ダイレクトドライブ何がいいかっていうのをね、ちょっとね、解説していきたいと思います。でこの R ファクターっていうのをね、まず説明すると、これね、本当にね、世界のプロが使ってる、うん、で国内にあるシミュレーター屋さんはほぼこのソフトですね。で、まあ、プロが練習、国内のプロが練習してるのもほぼこれ、もうみんなこれでやってます。はい、で、まあ、何がこんなにね支持されているのかっていうと、このね、タイヤのシミュレーションなんだよね。タイヤのシミュレーションがとにかくね、立体的にシミュレーションされてる感じがしますね。つぶれとか横の、ね、よじれとかねじれとか、まあ、倒れ方とかっていうんだけど、それが、ね、なんか倒れるだけじゃなくて、なんか立体的に潰れる感じとか横にずれる感じとかっていうのが、まあ、ねじれる感じみたいな、つまり、ね、そういうのまでシミュレーションされてる。でそれが分かるのはね、まあ、据え切りしてもらうと分かる。タイヤがね、こう1回こう、ね、ちょっとここで引っかかって、あ、こうタイヤがねじれてるね、ここはね、滑ってない。でそれ以上切っていくと、ズルズルって、分かる、ズル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 みたいな、ズルズルっていう。でこの静止摩擦係数と動摩擦係数 そのちょっと滑り始めのミューみたいなところのコントロールができてるから、ちょっとこうピークを迎えて一気に流れる、ピークを迎えて一気に流れるみたいな、その感じがね、ものすごい。これね、据え切りだけしてたら実車と区別つかない。あなたどっち乗ってますかって言われて、本当に目つぶってたら区別つかないぐらいの感じになってますね。そこがすごい。でそれがね、ダイレクトドライブになるとどうなるかっていうと、まあ据え切りだとあんまり感じられないけど、とにかくね、そのスピードが速い、レスポンスがいい、フォースフィードバックがすぐ立ち上がってるっていう、それがね、うん、普通のハンコンでも感じられるんだけど、それがね、だけどダイレクトドライブになった瞬間、あ、今までのやつ遅れてたんだなっていうのがね、分かる。はい、そこが違いますね。じゃあちょっとね、走っていきましょう。速入れてクラッチつないで、あ、本当にこの感じすごいわ。ピットレーンが違うもん。あ、ちょっとミューが変わったみたいな、タイヤのね、本当にね、ミューが変わった感じも感じ取れるからね、そこがすごいよ。ちょっとピットスピードリミッター、うーわ、本物だこれ。うん、このブレーキングした時にタイヤがね、キュッと潰れてねじっていく感じねじっているけど、今ちょっとスピードがね、タイヤが冷えてて流れていく感じ。あとね、こうね、縁石に乗った時の振動とかがとにかく速いっていうのを感じられる。まあでもね、そこはね、どうでもいいっちゃどうでもいいんだよなそんなに影響しない、うん、と思います。で、あとね、トルクだね。ダイレクトドライブの特徴でもう一つ、そのトルクがめっちゃ強いっていうのがあって、これね、なんと 100% のトルクのうち 35% しかかけてません、うん、でね、35% でも実車よりはちょっとなんかトルクありすぎるかなみたいな、こんなハンドル重くないぞぐらいの感じ。つまりダイレクトドライブって言ってもトルクが強いのってあんまり利点にならないってこといや、だって 35% 以上、まあ、多分ワンチャン 40% 以上は使わないわみたいなイメージがある。でね、ここまではね、普通のレビューなんだけど、俺ちょっとマニアだから、もうちょっとね、クロート受けすること言うわ。でね、俺が最もダイレクトドライブじゃなきゃダメって思ったことはね、これね、多分プロを見たらびっくりするよ。ハンコンのプロの人たち見たらびっくりする。まあハンコンのプロからすれば当たり前になるかもしれないけど、これ見て、セルフステアリング、セルフステアリングがこうやって収束する。でキャスターがついてて、ハンコンでね、この直進反転線、手を離した時に
ね、こう収束していく流れとかこう陽モーメントが収束していくハンコンってないと思うよ。できないと思う、普通のハンコンだと。これすごいっしょ。やってみて、自分のハンコンで多分できないから。でね、実写ってこうなんだよ、実写ってこうなんだよ。でね、ストレートで陽モーメントがつくとハンコンってさ、収束させるのすげえ大変だなって思いを、多分あの実写に乗ってハンコン持ってる人って感じたことすごいあると思うんだよね。そこなんかちょっと違うよなって。でもなんか正確には言えないけど、こんな難しいんだっけみたいなさ、そういうところあると思うんだけど、これはね、ほんとそれがねできるんですよ。そこがねすごい、うん。でこれなんでできるかっていうと、あのダイレクトドライブ、多分そのトルクの立ち上がりが早くて、レスポンスがもうリアルタイムで来るから出せるっていうところで、モーターがついててベルトだとベルトのたわみとかで振り子現象起きちゃうのね。普通のハンコンじゃないとどうなるかっていうと、その今のことやると、あの収束せずにどんどんこう、むしろこう振り子が大きくなっちゃってスピンするっていうね、あの手放ししてるとそうなっちゃうと思うんだよ。それがあのリアルじゃねえなってずっと思ってたんだけど、そこがね違う、全く違うね、うん。これはねいやこれができる、いや知らなかった、ダイレクトドライブがこれができるなんて。でね、これができると何がすごいかっていうと、あのまあこんな大げさなことじゃなくても、ほんとねトルクの立ち上がりを感じてステアリングを切っていくターンインなんかがやっぱ全然違うし、今みたいなねこうギャップを乗り越えた時でも、普通のハンコンだと自分で修正台入れないとダメじゃん。でも このハンコンはいらないんだよね、実車と同じだから。本当に実車と同じようなドライビング、こんくらいの打角のドリフトってできないでしょ。今みたいなちょっとねギリギリで跳ねた感じの時とか、もうその跳ねる荷重がかかった瞬間とかのところでこうね、タイヤが潰れた時にハンドルをちょっと切るとかっていうことが、今までだと安易じゃなかったんだよね。なぜならトルクの出方が、立ち上がりがねあんまり良くなかったから。そういうところのコントロールとかがすごいやりやすい。それはねフィードバックが早いのか、センサーのレスポンスがねいいのかがちょっと不明。いやー、特に本当にこの流れた感じのところが素晴らしいね。めっちゃリアルだこれ、なんだこれ。すげえわ、なんか日が陰ってきたね。そういうのはあるんだね。いやもういやこれ本物だ、これはね本物だよ。いやもうこれはすごい、ダイレクトドライブしかありえねえわ。バカにしてたけど、ダイレクトドライブトルク意味ねえわーっつってバカにしてたけど、ブレーキング早かった。もうダイレクトドライブしかありえねえぐらいになってきた。まあ、実写やる人はね、もうこんな高いものを勧められないけど、だっていいじゃん、実写やってる人はさ、いや買えるだろみんな、マジでこれ買えるって。実写やってる人はもうまず、まあ、これを買った方がいいね本当に。まあ、今の見たら分かるけど、今までのハンコンとは、こういうとこね全然違うよ全然違うこれはダメだわ、これはね。特にスリックタイヤのシミュレーションではむしろダイレクトドライブしかありえない、まあ、ありえないわマジで。
げえ、ほんとこれはすげえわ。コーナー曲がるために感心する。はい、やってきましたけどね、いかがだったでしょうかね。あ、もうこれはね、ダイレクトドライブの良さはね、セルフステアですね。セルフステア、セルフステアリングがもうものすごい正確。うん、まあだからスリックタイヤのほぼほぼなんていうのかな、車をコントロールする部分ってセルフステアにが発生してることを前提としてるじゃん、うん、特にこうレーシングスピードの高い域になればなるほどそういうとこ使ってるわけだから、そこの再現性がまるっきり違うから、スリックタイヤでシミュレーターとして使うんだったらもうダイレクトドライブしかむしろありえないなっていう、うん、まあ、スペック的にっていうのかな、うん、まあ、応答の遅延による振り子現象が発生しないっていうところがだって応答の遅延による振り子現象ってさ、どんなバカなパワーステだよっていうさ感じじゃない、まあ、ただその本物との違いを語ればそうなんだけどね、本物との違いが何の意味があるんですかっていう話じゃん。シミュレーターの e スポーツと捉えればね、 e スポーツと捉えればその意味って何なのってなってくると、いや早く走りゃそれでいいじゃんって。だから情報が遅れてても別にそれを感じ取って走ってるかどうか、どう使ってるかどうかは相手次第なんだから、本人次第だじゃん。だから別に実車に近いのはダイレクトドライブじゃないと再現できないけど、シミュレーターとしてのその楽しみ方としてはまあ普通のハンコンでいいかなっていう気はしますね。ただもう俺みたいな年齢とかの実車を知ってるアホはアホっていうか古代人は、まあ、俺みたいな、なんかこれ見て、お実際に地形はって言ってるけど、なんかシミュレーター世代は、もう実車ってなんだよっていうね、いや、どうでもいいだろ、お前、それより速く走れよっていう人たちにとってみたら、まあ、ダイレクトドライブは、まあ、そんなに特に意味はないかなっていう気はしないでもない、そこで走ってないでしょ、多分その、ね、セルフステアに頼ってっていうか、発生すること自体に頼って走ってはいないから。そういう問題はありますけど、まあおっさん金持ってんだったら、まあ、ダイレクトドライブ買えやっていうね、うん、これはもう買う価値はある、本当にね買う価値はあると思いますよ、そういう人たちにとって。いや俺はもうマジで感動した、実車と同じっていうところがね、感動しました。はい、またねこれやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。